はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、夜市の10年です。ミニボトルですね。シングルモルト夜市の10年ということで、値段が1200円ぐらいだったかな。180ml です。うん。アルコール度数が 45%。ああ、高いですね。厳しい北の自然に囲まれた日華発祥の地、北海道夜市。創業当時の伝統を堅くなに守り、石炭で直火炊き蒸留したウイスキーを樽に詰め、冷涼な、貯蔵庫で深く熟成させました。夜市蒸留所で10年以上貯蔵したシングルモルトです。果実を思わせる華やかな香り、滑らかな味わい、夜市蒸留所の風土の証をご堪能ください。ということです。うん、まあでも、ね、ミニチュアボトルに比べると、ね、ミニチュアボトル 50ml しか入ってないから、それに比べると、あれだな、安く感じるな。これで1200円か。180ml 入って1200円だったら、まあ、うん、って感じですね。そこまで高く感じない。だって、ミニチュアボトルで800円とかした響きとかがあるからね。ちょっと、そう考える。まあ。これは結局、フルボトルだと、多分4000円ぐらいなのかな？多分ね。多分フルボトルで4000円ぐらいはするんではないかとは思いますけど。そんじゃ乾杯。うん。いい香りだ。おぉ。ああ。あれだわ。あの、ピュアモルトブラックに似てる。うん。甘い。うん。甘いです。甘く味が、うん、ブラックみたいな感じだな。かなり味濃い。うん。で、なんか、うん。でも、あんまり変わんない気がするな。感覚として。よいち。よいち10年が値段がいくらでしょうか。よいちの10年。700ml で約4000円ですね。3700円とか800円ぐらい。うん。3800円か。うん。うん。やっぱ味濃いな。この感じ。うん。あ、180ml があるのはこの夜市10年だけみたいですね。サイトに、サイトの、ところを見ると、
香りと味わいと余韻とかって書いてありますけど、香りがフルーティーで甘い香り、トフィー、麦芽の香ばしさ、心地よいピートとグリーンな方向。で味わいが、重厚でしっかりとした味わい。麦芽の甘みと樽の味わいが調和。熟した果実。滑らかさ。シナモン的なスパイス。で、余韻が、重厚だがしつこくなく香ばしい余韻。爽やか。だそうです。でもやっぱうまいなぁ。うまい。うまいなぁ。まあでも、個人的にあんまり変わんない気がするな、ブラックと。あんまり変わんない気がする。シングルモルト良いち。にしても甘い。ものすごく甘さがすごい。これは、甘い。とにかく甘い。っていう感じですね。通常の余市の無印。500ml のやつね。あれがいくらなんだろう。前買ったけどな。いくらだ。まあ、でも、ピュアモルトブラックが、あれだろ ?1700 円くらいだろ ?500ml で1700円くらいだから。これで考えると 700ml だから、700÷500 やって 1.4 か。1700×1.4。2380。でもこの価格だったらやっぱ、あれですね。ピュアモルトブラックの方がコスパが非常にいい。2倍近く、コストがかかるというか、高い。さすが余市。さすが余市10年というだけあるか。高い。で、通常の余市が値段が1728円だから、まあ同じぐらいか。ピュアモルトブラックと同じですね。ピュアモルトシリーズとほぼ同じ。と考えると、まあでもシングルモルト余市と余市10年ではだいぶ違いますね。確かに。というかシングルモルト余市は、正直微妙なんだよな。これだったらブラックかホワイト買うね。ピュアモルト、ブラックかホワイト、買えます。まあ、俺もいろいろ飲んできて、余市と、宮城郷だと、余市の方がうまいということに。まあ、自分の中で、ね。なりましたんで。まあ、非常に美味しい。美味しいけど、ブラックとなんか違いがあるのかな?まあ、あるとは思うんですけど、俺が、バカ舌なんで多分、よくわからない。
そこまで違いが俺の中だとあんまりわからないんで、でも余市10年とかはさ、ロックでとかさ、飲んでる人いるけどさ、なんか画像で見たけどさ、絶対ロックで飲むよか、ストレートか、水割りで飲んだ方が美味しいと思うんだけど、こういう高いウイスキーってロックで飲むもんなんですかね。まあもんなんですかねって、その人のあれだと思うけど、だいぶ弱くなると思うね、香りがね。冷やすと絶対ウイスキーって、香りが弱くなって、個人的にはちょっと、ロックでは飲まない。高いやつは。基本的に。まあ、2000円以上のやつはね、700ml 2000円以上のやつは俺高いっていう認識なんで、それ以上のウイスキーは大体、まあ、ロックで飲まないですね。ストレートか水割りか、水割りというか、あれですね、トゥワイスアップで飲むか。まあ、逆に飲んだことないから飲んでみようかなという感じはするけども、絶対弱くなると思うんだよな、味が。香りが。ここにシングルモルト余市ありますけど、まあ、これだいぶあれ、封開けでだいぶ経ってるから、香りがぶっ飛んでるだろうな。これちょっと飲み比べてみるか。まあ、だいぶ違うと思うけどな。かなり香りがぶっ飛んでると思う。全然違うわ、これ。全然味が違う。甘さがね、もっとある。重さ、重いよね。余市10年とピュアモルトブラックは非常に重い。味が。ドカッとくるっていうよりも、こうずっしりくるんだよね。うん。勢いはないんだけど、ずっしっとくる感じ。まあでもどうなんですかね、ロックで飲むとね。全くわからないけど。ああ、いいな、こういうショットバーとかね。ショットバーとか行ってみてえな。まあ、新潟駅前にはあると思うんだけどな、ショットバーとか。ショット、ワンショットいくらぐらいするんだろう。700-800円かな。600円ぐらいか。ワンショット。いや、ワンショットだろ？ワンショットで考えると、ショットが 30ml だから、30ml だったら500円ぐらいか。全然わかんないけど。まあ、物にもよるんだろうけど、普通のね、カクテルとかだったら一杯、カクテルで一杯、600、700円ぐらいじゃないの？700円ぐらいだから、ワンショット400円ぐらいだよね。多分ね。ちょっとショットバーでググってみようかな。いくらすんだ？ショットバー新潟でググるか。新潟でググってみると、むむむ。ショットバー。値段がわからん。あ、たっけ！バレンタイン17年で1000円？はぁ。おかしい、これ、価格設定が。ラフロイグ10年で800円だもん。きぇ！これはもう絶対いかないわ。100% いかない。山崎12年で1000円。白州12年も1000円。
一番安いのでもザ・グレンフィデック12年で700円だもんな。グレンフィデックのこのあれでこれが500円ぐらいだからな。あ、これグレンリベットか。これグレンリベットだった。グレンフィディックと、グレンフィディック。グレンフィディック、あ、グレンフィディックか。グレンフィディックは高いわ。グレンフィディックは、あれだよな。あれは、いくらだあれ。フルボトルで4000円ぐらいしてたもんな。ボーンは12年もフルボトルで4000円するから800円だろ。ワンショットで800円だろ。30ml で800円だよ。たっけ。おかしい。価格が。ちょっと待てよ。おかしいぞ、この価格設定。おかしいとしか思えない。まあ、そういうもんなんでしょうけど。おかしいってのは野暮かもしれんけど、まあ。家飲みしかやったことない人間は、ね。いやー、でもバランタイン17年で1000円。だってバランタイン17年お前、いくらよ、あれ。あれ5000円くらいだろ。バランタイン17年、フルボトルで。ん？だってバランタイン12年が2000円だろ。まあ、17年5000円か4000円くらいだろうな。せいぜい。お前、ワンショットでその4分の1、5分の1取れて、これ気軽に行けるもんじゃないですね。気軽に行けるもんではない、これは。これはきついわ。これはきつい。完全にきついわ、これは。あ、やっぱ800円ぐらいっぽいね。ショットバーってことはワンショットなんでしょ、これな。なあなあ、それわかんないんだけど。まあ、そもそも。ショットバーってことはやっぱりワンショットなんだよね。多分ね。わ、たっけ。ワンショットで800円とか、高すぎるって。ショットバーの概念がまずわかんないよね。俺の中だと。ショットバーでググってみます。ショットバーとバーの違い。教えてください。うん。ショットバーってのは元来はワンコインバーのことです。一杯飲むごとにお金を払う。立ち飲み的なバーのこと。いやでも多分ワンショットではないな、おそらく。おそらくグラス一杯。というよりは、まあグラス一杯って言ってもまあ、まあ、多分 45cc ぐらいはくれるんじゃないの？おそらく。だってショット、ワンショットだとお前相当少ないぞ。ほんとに。30cc だよ。恐ろしく少ないよ。当然だけどもう一口だよ。うん。一口だよ、これは。ちょっとないと思うな、さすがにな。うん。まあでも、今見ましたけど、山崎10年と白州10年と余市10年と竹鶴12年。この中で一番うまいのは確実に余市10年です。まあ値段的にもそうなんですけど。そもそもシングルモルト。あれ？シングルモルトなのが、山崎はなんだ？
山崎ってシングルモルトか？いや、ブレンデッドか？ブレンデッドだな、多分。うん、まあ多分あれですし。まあ、うん。多分ブレンデッドウイスキーかなんかだと思いますけど。いやー、でも余市10年、てか、ピュアモルドブラックもこれだいぶ初めて開けて、初めて飲むとめちゃくちゃうまかったんですけど、今飲んでみると、だいぶ味が、うん。死んでしまってるけども、だいたいコンセプトは同じですね。こっちとこっちは。甘い。甘いし、重いし、うん、っていう感じなんで、かなり、うん。両方ともほぼ同じなんで美味しい。うん。非常に美味しい。です。うまいな。いやー、やっぱうまいな。なんだかんだで。シングルモルト余市10年でこの味か。これ、シングルモルト余市が25年ぐらいまであるんだっけな。あ、今飲んでるの、ピュアモルトブラックだった。いや、にしても余市10年めちゃくちゃうまいわ。いや、うまいんだけどね。うん。いや、うまいのはわかる。ただね、ピュアモルトブラックに行くと、もうめちゃくちゃうまかったから、はっきり言って、それとそれで比べると、多分あんまり違わない。で、結構さっきから何回も言ってますけどもね。多分何も違わない、ね。あー、これいいな。関係ないけど。未貯蔵ウイスキーだって。いわゆる、樽のやつが一切ないやつ。色、樽の色が、樽に入れてないやつね。いわゆる無色透明のやつね。それいいっすね。うん、ちょっと飲んでみたいな。まあ、でも、竹鶴12年が、もうなくなってしまったけども、まあ、竹鶴12年もうまかったけど、まあ、ぶっちゃけて言うと、竹鶴12年はこれに比べると全然、あれだね。しょぼいね。しょぼい。際立ってない。味の、あれが。方向性が。方向性がっていうか、結局いろいろこう混ぜて作ってるわけですよ。竹鶴12年ってあれ、余市も混ぜてりゃ、宮城町も混ぜてりゃ、っていう感じだった気がするんですよ。確か。だから、宮城町と余市だとだいぶ味の違いがあるから、それを混ぜてしまって、結果なんか曖昧になったっていう感じはありますね。あくまでもピュアモルトということでしょうか。うん、なるほどね。まあ、とりあえずもうちょっとであれなんで。給料日なんでね。とりあえず。給料日になったら買う酒は決めてます。とりあえず俺が亡くなった。とりあえずね、俺ね、家に置いときたいウイスキーが3つぐらいあって、この3つは絶対置いときたいっていうウイスキーがある。まず1つは、先ほど言ったピュアモルトブラック。そしてもう1つはこのピュアモルトホワイト。で、もう1つが、やっぱり安定のフロムザバレ。ね。フロムザバレルがなくなったんで、今度買ってこよう。
ワンショットいただきます。これワンショットですね。30cc。これだけだよ。これだけだよ。これだけ。ショットバー言うてもこれだけだぜ。ちょっとこれはないんじゃないか。これだけ。まあでもウイスキーだったら一口二口では終わらんとは思うけどね。度数的な意味でね。やっぱり。ああ。ああ、ピアモルトホワイトは、これあれだな。余市10年から甘さを取った感じがするな。ちなみにね、余市がね、無印の余市と余市10年と余市12年。さらに余市15年、余市20年というのがあるみたいなんです。でね、10年と12年があまりに差がない。2年しか違わないくせに、値段が全然違うんですけどっていう、ね、があったんですけど、ここに書いてあったんですけど。シングルモルト余市は20年までか。12年がいまいち立ち位置が微妙すぎるらしいです。ね、ヤフー知恵袋によると、そう、2年しか違わないのに買う価値は本当にあるのかっていうふうに、質問があって、微妙らしいですね。確かに違うは違うけども、その価格差とね、考えると、普通に余市10年を買った方がいいですっていう、あれがありますね。あ、でもやっぱうまいな。あ、ピアモルトホワイトもうまいな。本当に。普通に、ピアモルトブラックに比べると、まあ、あれだけども、うまいな。いや、普通にさっき甘くないとか言ったけど、普通に甘かった。何が違うんだ、ピアモルトホワイトとブラック。うん。まあ、ピアモルト、ブラックとホワイトは多分、結局、ピアモルト日課の竹鶴12年みたいなもんですよね。それなんだけど、竹鶴12年みたいな感じなんだけど、余市は、ブラックには余市ばっかりなんだよね。確か。余市の蒸留所のやつを、バー入れて、みたいな。そんな感じじゃなかった。で、レッドがなんか宮城京ばっかり入れて。ホワイトが確か宮城京と余市混ぜたようなやつっていう風に書いてあった気がするけどな。余市。余市。試飲会場なんてあるわ。いいなぁ。試飲会場とか。鶴17年と、余市10年と、アップルワイン。あ、おう、そうだ。アップルワインも俺今度買わないといけないんだ。買わないといけないというか、買いたいんだ。アップルワインね。アップルワインか。飲んでみたいね。
ープルワイン。ちょっとあれか、氷持ってこようか。どうでもいいけど。氷持ってきて、あれしようか。ロックでいただこうか。余市10年を。初。こんな4000円のやつをロックでいただくって。俺今までに買った4000円以上の、あれ、ウイスキーなんて、この余市10年除いたら、ボーモア12年でしょ?ラフロイグ10年でしょ?あとなんかあったかな?多分ない。多分ないですね。ないね。ああ。響き、17年。があるか。この3種類ぐらいか。余市10年入れた4種類。ですね。この4種類はロックで飲んだことない。マジで。ほんとに。うん。あ、でもやっぱピュアモルトホワイトもうまいな。一番ピュアモルトシリーズで一番微妙なのやっぱ、レッドが微妙すぎるんだよな。でもやっぱり、ピュアモルトシリーズはほんとにあれですよ。すごいですよ。コスパが。ピュアモルトシリーズは本当におすすめ。ピュアモルトシリーズは本当に美味しい。竹鶴のピュアモルト。竹鶴じゃない。ピュアモルトシリーズ、ね。ホワイト。ホワイトとレッドとブラックです。ブラックが、余市蒸留所モルトが主体って書いてある。レッドが宮城郷モルト主体。ホワイトがそれ混ぜたやつみたいな。ではないのか。ピュアモルト、ホワイトも余市蒸留所のヘビーピートタイプのモルトが主体って書いてあるね。やっぱレッドが一番ね、微妙。宮城郷のね、ウイスキーがあんまり微妙ですわ。うん。言うて。なんかあんまり、あれだよね。って感じで。うん。ピュアモルトホワイトはね、やっぱりボーモアっぽい良さがあるよね。ボーモアのあれがあるわ。なんだ。ボーモアのセイロガンの味の、良さがある。うん。うん。だから、やっぱピュアモルトシリーズは本当に美味しいですね。モルト原酒 100%。モルト原酒っていうのがよくわかんないけど。まあ、うまいんで、まあいいでしょう。うまいんでいいでしょう。じゃあとりあえずロックでいただいてこよう。ロックちょっと持ってくるわ。
や、関係ないけど、寒いな。今日めっちゃ寒いっていうか、明日めっちゃ寒いらしいね。10月の28日。今13度ですよ。13度。うるさっ。超寒い。昨日めっちゃ暖かかったのに。昨日26度あったんですよ。日中。おかしい、絶対。絶対おかしい。なんか、なんで昨日26度もあったの？おかしくない？絶対おかしい。26度。昨日26度もあったのに、今日、てか明日最高気温12度とか言ってたな。最高気温12度って。なんじゃこれ。どうなってやがる。そうじゃ、乾杯。ニッカウイスキー80周年記念乾杯。ダメダメ、絶対ダメ。あのね、ロックにしたらこれ全然美味しくないですよ、これ。なんじゃこれって感じ。余一の10年のね、ストレートに比べると味がね、半減どころじゃない、3分の1ぐらいになってるな、味がな。香り、味、甘さともに3分の1ぐらいになってるわ。3分の1だな。全然甘くないし、香りも全然立たないし。おまけに、ただ一ついいこととしては、まあ、いいことかどうか知らないけど、度数のね、これ45度あるんですけど、ロックにするとすんごいね、水みたいに飲めるっていうところですね。うん。ほとんどアルコールの刺激も3分の1ぐらいになってるね。すごい。うん。関係ないけど、このさ、ロックグラスなんだけどさ、口が若干ちっちゃいからさ、これの一回りでかいぐらいなんだよ。だから氷がさ、でかいの入らないんだよね。ダメだ、もったいない。貧乏症の俺はこれロックだ。4000円以上のやつはロックにできないな。せいぜいできてもまあ2000円ぐらいのやつロック。2000円でもロックおかしいな、これもな。ボーマー、ラフロイグはロックにはできんわ。4、10年もロックは無関。多分2、3000円ぐらいの価格帯のやつは、以上はもうできない。2000ね、2000、いや、あれ？いや、でもまだ、度数高いっていうよりも、バーボンだと、ロックはまだいけるんですよね。ただ、ジャパニーズウイスキーに限って言うと、ロックだとすんげえダメ。うん。ジャパニーズウイスキーはロックは多分合わないんじゃないか、これ。バーボンが一番ロックは
合うと思うね。ジャック・ダニエルとか、ワイルド・ターキーとか、ワイルド・ターキー8年とかね。ワイルド・ターキー8年レベルになると、もうロックにしても多分、あんまり変わんないっていう、変わんないくはないけど、まあ、あれ、度数が高すぎることによって、度数 50.5 度ですからね。それを考えると、やっぱり、ロックにしても、別にっていう感じになるんで。あんまりね、わかんない上に、結構、バーボン自体が甘さがあるんで、冷やしても結構甘さを感じるんですよね。ただね、これはね、余一10年はこれ全然ダメだ。ロックにしたらもうまずさ、うまさ半減3分の1。うまさ3分の1。もうダメ。やっぱ常温だね。冷やして飲める常温のストレートかトワイスアップで飲むのが、やっぱり俺流ですね。俺の中で。俺の中でジャパニーズウイスキーの2000円以上のやつは大体、ストレートか、トゥワイスアップ。今の時期寒くなってきたから、ストレートでもいけるわ。ストレートでも全然いける。感じです。ということでございますが、余一10年か。コク、甘み、香り。まあ、これは全部5で問題ないでしょう。ただ、おすすめ度的にはちょっと、あんまり別に進めることは進めるけど、まあ、別に、俺が太鼓判を押して進めることではない。ですね。5554です。ご視聴ありがとうございました。お疲れちゃん。